万劇ギャル増殖計画、イエーイ、ありがとうございます。もう万劇がすごい勢いでギャルに染まっていますそしてついにこの企画にですね、出たいとおっしゃってくださったらしいんですよ。今日のゲストの方が、そう、出たいとおっしゃってくださった方はこの方です。どうもありがとうございます。どうも、ミラジョボビッチです。ギルティギルティですよ。すいません、ギルティでしたか。はい、西山さんのギャグギルティが出てしまいましたちょっと真相を聞きたいんですけども、はい、出たいと、はい、おっしゃってくださったのは、はい、一体本当なのか。あ、事実です。大歓喜はい、じゃ今日はもう楽しい日になりそうです。はい、じゃよろしくお願いします。ピースピース。これエグいギャル爆誕するかも。マジですか。ポッポッちょっと始めますねあのね、自分で言うのもなんですけどね、うん、なんかパーツはええようなよ。いや、本当に綺麗。私、まじまじと西山さんの顔見たことなかったんで。なんでよ。あの、ギャル増殖化計画は、あのツッコミなし、のっかりのっかりでそうなんや。いただきますので、あのね、一応私も普段はツッコミ全くできないので大丈夫です、もうキャッツミとかも乗り越えてきてるので。あ、そうなんや。なんとかなりますので。いけそうです。はい、じゃあちょっとファンデーション、もうでもこいつがカメラか。そうよなんやろ、アホお肌白いですね。肌白い。はい、でもこういうメイク動画初めてですよね。そうですね、ほんま。あの、女装みたいなあんましないですよね。だからね、ちょっと興味があるんですよね。あ、行きますとか言うて。なぜびっくりした。行きますよ、言いましたよ。はい、いや、こんなにテンション高く出てくださるの嬉しいです、本当に。いやいや、テンションあの、一応これ通常の運転なので。はい、あ、忘れてた、カラコンつけましょう。私、今コンタクトをつけてるんですけど。あ、つけてますか。ほな、やめてきましょう。あ、全然、つけましょう。うわ、すげえ。一回挑戦してみます、うん、カラコン。初体験ですそうだ、硬いやつあるんですよね、カラコン。買った。大の大人がさカチカチやん。私こんなカチカチになったことないわよ。はっはっはって絞れた元気ギャル増殖化計画、絞れた元気です。あ、そうなん、言うといてやギャルティーこんなやってないけどこんなやってない。やるとこつけ方、私こうつけないと。あ、そうです。あ、いいですね、うまい。おーえ、見えます自分の姿。え、見える見える。あ、よかったよかった。あ、コンタクトも大きいですね、結構大きい。初めて見たかも、ちゃんとした普通のコンタクト。ほんま大きい。ほんまに、ほんまに。ちょ、何が別に普通のこと聞いただけや、私。そうですか。うん、それやったらいいですけどありがとうございます。え、やばいことになるかもしれないです、マジで。はい、じゃあちょっと失礼します。え、何でしたっけそれ。おちぃーやあ、ちぃね、ちょっと待って、ちょっとうわ、怖っ。ちょっとどうしようかな、そんなファンデーションいらないですかね。なんか白いもん。肌めっちゃ綺麗です。肌綺麗。石山さん、すいません、石山さんってどこまでできるんですか。え、恋愛とかどこまでできるんですか。全然やりましょう。いやいや、ないです。そんなこと、大丈夫ですよ。あ、ほんまですか。全然恋愛肩と言ってもいいぐらい。え、まま、まじゃあどういうタイプとかあります。ん、タイプ、タイプ、待ってあげれる人。どういうことです。集団で行動してるときに、はい、誰か靴紐をほどけて結んでたりすると集団はもう先行っちゃうでしょ。その靴紐を結んでるのを待ってあげてる。うわ、出た出たそれだそれ
私もだって切符なんですけど。ああ、切符な。切符待ってくれてる人って絶対モテるもんね。うん、待ってあげれる人嬉しいですもん。鼻めちゃめちゃ綺麗、鼻高すぎ。新作出ました。新作西山さん、仲いい先輩とか後輩とかいるんですか？え、まあちらほら。誰です？タブさんとか。ああ、うん、ごめんなさい、タグさん。ごめんなさい。なんで？タグさん、ごめんなさい。なんで？嘘？いやいや、嘘じゃないけど。はい、上に作ってください。私、やりながらなんで、結構、みたいな感じになるんですけど。あ、やっぱそうだよ。喋ってください。はい。うん、ちょっとテープで、ちょっとだけ二重幅広げようかなと。わかりました。片方だけ私、二重なんですよ。いや、両方二重なんですけど。え、両方二重なの？両方二重ですよ。目開けてください。ほら、うまいこと言った。ほら、このこっち側。うわ、ちょっと広がりましたね。うん、自分じゃないみたい。こんな変わる。ちょっと。え？揃えた方がいいか。読めてください。あ、そうですね。女子の味方ですよ。おつ。あ、そうです。おつが一番涙袋かけやすい。ですよね。はい。もうあと3おつください。おつ。やばい。あーっ、はい、OK。 はい、OK。 いきました。ちょっとずれてしまったの、涙袋。まあまあ、ちょっと調節していく。ありがとう。目閉じてください。やだ、キス顔になってない私。ちょっと待って。ごめん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 、しか入れないでくださいよ。まあ、ごめんね、もう。これ入れてくださいね。え、後ろで何かやってた。ピースです。言うてや。ピースなんて気にしないでください。長いまつげ。え、もうこれで完成でもいいぐらい綺麗ですよ。まつげ長いのはさ、ハゲ薬を一時飲んでて、はい、その、まあ、劇薬なんですけど。あ、劇薬ですか。はい、でも結果オーライ。髪の毛生えずにまつげだけ伸びた。結果オーライじゃないですか、まつげ伸びたら。そのね、ハゲ薬もね、一回抜けてからそこからどんどん生え出すみたいなハゲ薬やったんですけど、あの髪の毛が抜けてまつげが伸びた。はい、まあでも目可愛くなったからオケミみたいな。オケミ。綺麗。もうつけばどうしようかなって迷うぐらい綺麗。顔ほんま。はい、ちょっと春っぽいお顔になりそうですね。春、私で皆さん温かみを感じてください。来年も頑張ろうね。来年も頑張ろう。4月年度も頑張ろうねって。うわー、これつけまでっかいのつけていいんかな。一回やってみましょうか。迷う。うわー、がっつりゲームしたらなんかもったいない気するんですよね、綺麗から。はい、一回やってみます。2枚重ねです。はーい、はーい。ギャルのよ世界へようこそ。2枚です。2枚です。試しのげます。あ、そうなんや。はーい、目に涙入ってきません。流すのは涙じゃなくて、はい。流す。流水麺だけ。嘘。だけ？だけか。あぶね、ギリギリのとこで。なんかいろんなものが出てきたんですけど、いきなり流水麺がかっこいいって。一回目開けてください。はい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 。なるほどね。もうちょっと。一回だからこっちに寄せずにグッとこっちの方がいいか。根元からグッといってみます。はい、開けてみてください。あ、こっちの方がいいですね。はい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 、あ、そっちだ。そうですね、ちょっと待ってくださいね。うわー、どうしようかな。まあまあ、とりあえず行ってみよう。ゴー。はい、すいません。後半こんな感じになってきます。はい、はい、あの、怒号というか、まあもうちゃんと見てこのやってくれる。はい、目閉じてください。はい、はい、開けてください。はい、はい、ちょっと顔してください。はい、顔ください。はい、はい、あー、うわー、ない方がいい
出るとこ出させてもらいます。なんか熱くなってます、私たちに。そう、西山さんを引き出すつもりが、私が引き出されて引き出されて引き出してた。はい、すごいことになってます、ほんまに。うわー、羨ましい。なんかね、されるがままってな、なんか目覚めちゃいそうやって。え、何がですか。なんていうじゃあ、最後に仕上げていきたいと思います。ポッ。つけまを、種類を決めきれないので、ちょっと芸人さんに決めてもらいたいと思います。もう私じゃ決めきれないから。あら、来た。あら、ガスポーン。入って。どうも。います。どっちがいいと思う？つけば。どっち？あ、ほんまや、違う。違うね。右と左で違うんす。そう。酔っ払ったらめっちゃエロなるタイプのギャルや。どっちがいいと思う？わかんない。わかんないでしょ。私今までのギャル企画で一番好きかも。あ、顔。ちょ、マジ面倒に。言ってるやん。仲も可愛いのに仲まで言ってますよ。あー、でもこっちから。こっちが好きなんかなみたいな。いや、俺こっちよ。そうでしょ、ほら。で、私はこっちずっとつけてるから。そうです、ね、ギャルはこっちかなみたいな。でも、あ、あ、あれ、どっちがいいですね。もう石川さんやん。ギャル。どっちがいいと思う？僕もうすぐ決まりました。え、決まった？あー、やっぱこれや。ほら、男女で分かれる。これではっきりした。かわいいもんで。そう、そう、まず挨拶しいよ。違う違う違う、男やってるか。新しいチョイスのギャルでこっちでいいかもしれない。確かに確かに、はい、新しい発掘で欲しいなと。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとう。あ、じゃあ、おちー、あ、もう見てます。じゃあこっちでいきます。こんなに今回荒れると思いませんでした。すごいことになりました、本当に。じゃあ西山さん、どうぞ。はい、じゃあちょっと早速オープンお願いしてもいいですか。はい、じゃあどうぞ。キャー、かわいい。ギャルになりましたか。なりました。うわ、嬉しい。いつもとちょっと違う感じのまつげで、目が綺麗なので浮かしてもらいました、うん、カラコンも似合うし、目の形も綺麗なのでちょっとだけ抜け感というか。もうあの初めてで、ね、そのこのギャルになったのが、うんうんうん、これでも可愛い可愛いっておだてられて、マジでほんまに嬉しいです。ほんまに嬉しい。本当ですか。だからもうこれからやっぱ女性に、女性というかみんなに可愛いって言っていきましょうね。もちもち。西山さん、ありがとうございました。わっつぁ。あ、あのスポンジみたいなのなかったでしたっけ、もう。あ、全然、あの一応なんか肌ベタベタ触りまくるのはちょっといかほどって思いました。じゃあ眉毛からさっき書いて。私のあのマイス、あのスポンジなら2個ありますけど。は？マイスポンジなら2個。おだまりな。あ、すいません。